はいどうも、ウェブサイトチャンネルです。今日も一緒に学んでいきましょう。今回のテーマはこちらになっております。ワードプレスでプライバシーポリシーページを作る方法を簡単に解説していきたいなというふうに思います。はい。ではですね、早速いきたいと思うんですけども、こちら。ね、ワードプレスをインストールした後ですね。はい。ワードプレスをインストールして、まあこれちょこちょこ触ってるんですけど、インストール直後と同じようにね、見てもらっていいです。えー、見るとですね、 固定ページというものの中にですね、プライバシーポリシーページというものが下書きで入ってるんですよ。で、ここにプライバシーポリシーページって特殊なね、あの、他のものには入ってないような内容のものが入ってます。はい。このページがね、プライバシーポリシーとして扱われるページです。 で、今回はね、この内容をやっていきたいなというふうに思います。まず一旦チラッと見てみましょうか。プライバシーポリシーというページを見てみると、なんかもう入ってるんですよね。なんかもういろいろと。はい。ただこれは下書きで入ってるんですよね。だからまだ公開されてない状態っていうのが、ワードプレス上にもう用意してくれてるっていうふうにね、思ってもらったら分かりやすいんじゃないかなと思います。 でまずですね、この中の話をしていく前にね、ねプライバシーポリシーページって何なのかっていうところを、ね、やっていきたいと思うんですよで。プライバシーポリシーページっていうのは、プライバシーのポリシーをあの表示するページなんですよね <laughs>、あのーはい。日本語で言うと、個人情報の保護に関する 指針というか方針というかですねそれをこのサイトはこういう風に個人情報は扱っていくんでよろしくお願いしますねっていう内容をみんなに教えるためのものっていう意味なので結構重要なページにはなるんですよまあ企業,企業のサイトとかだったらですねまああのー、絶対大事なんですけどもあのー、個人のブログとかですね個人のアフェリエイトしてる人とかにとってもですねプライバシーポリシーっていうのはね 大事です。ね、まあ、普通の個人のブログだったらプライバシーポリシーいらないこともあるんですけども、まあまあまああるんだったら作っておいてもね、あの方がより良いんじゃないかと。必要な場合とかもあったりします。はい。で、どうしてもそうやってですね、すごく大事だし必要なので、このワードプレスの中にもですね、こうやって、もともと入ってる。もともと入ってる。ね。 あの、すみません。これもうね、いくつかいろいろ入ってるものがあるので分かりにくいんですけども、始め確かですね、2、3ページしかないんですよね。サンプルページとプライバシーポリシーページだったかな ?2 ページかもしれないですね。それぐらいしか入ってないんですけども、その中にね、これはもう初めから下書きとして入ってます。下書きとしてね。はい。で、あのー、そうですね。 さっき言った、ちょっとね、砕けた言葉で言ったんですけども、あれはもうちょっとちゃんと言うと、あの、まあ、インターネット上、要はウェブサイト上でですね、このウェブサイトの中で、あの、個人情報を集,集めるとき、収集するときに、どんな風に取り扱いますかっていうことをちゃんと明記していく。具体的にね、しっかり書いていくってことになりますね。はい。 まあ、そもそもじゃあ、プライバシーポリシーが必要なサイトってどんなサイトなのかっていうとですね、個人情報を扱っている、収集しているってことがポイントなんですよ。まあ、そもそもなんで個人情報を扱わないサイトだったらいらないです。ね。はい。いらないですね。は、ね、い。ただ、例えばこういう場合だったら個人情報を使用してるかなって感じです。あのー、 フォームはい。お問い合わせフォームとかを入れてたら、個人情報を収集することがありますよね。収集っていうほどのものじゃないんだけど、と思うかもしれないですけども、お問い合わせページにね、こう、こう何かメールとかでね、打ってもらって、っていうのはもう個人情報をこう、もらってることですね。で、そのもらった個人情報をこういうふうに取り扱うんで、よろしくねって言ってるわけですよ。ね。で、あとはですね、ここね、え、それもそうなのってことになると思うんですが、 Google Analytics っていう、あのー、なんて言ったらいいんでしょう。えっ、ー、と、統計を見る。このサイトに何人人が来てますよ。その人たちが、どういうページを見て、どこから離脱してますよ。離脱っていなくなってるとこですね。っていうのを見るためのツールがあるんですけども、そのな、そのツールのね、Google Analytics っていうのは、そのツールの中の代表格。 ね、一番みんなが使ってるそういう統計情報を見るためのツールなんですけどこういうのアクセス解析ツールっていいますこういうね Google アナリティクスみたいなアクセス解析ツールを使ってる場合でもプライバシーボリシーがいります個人情報を取り扱ってることになるということです、ねはい、あとはですねこれはこっちはねちょっと少ないんじゃないかと思うんですが Google AdSense って言ってですね 少なくないな。アドセンスだから少なくないですね。あの、広告ですね。はい。あのー、アフェリエイトとかね。そういうものをしていきたいと思ってる。ね。もしくはアフェリエイトと思ってる場合に、Google AdSense っていうところにね、通したりすること。まあ、アドセンス以外もそうなんですけども、ってなってくると、あのー、プライバシーポリシーをつけた方がいい。ね。またですね、これもなかなかなんですけど、 つけた覚えないと思うかもしれませんが、ワードプレスで普通にね、ブログ記事とか書いてると、コメントっていう機能をね、使って、コメントを通してやりとりができるんですよ、人と。これもですね、プライバシー、個人情報を集めてることになるので、いや、そう、う つけた覚えもないんだよ。勝手についてるんだよってね、ワードプレスの場合は、初めは思う人もいるかもしれませんが、そういう人もねあの、つけた方がいい。つまりですね、大体ほとんどの人が、結局プライバシーポリシーっていうのは書いた方が良かったりするんですよね。はい。で、その時にですね、あのー、はい。そうですね。それに一個一個に対して、この場合はこういうふうにします。この場合はこういうふうにしますっていうふうにね、 書いといてあげるといいんですよ、ね、という内容がここになりますね。ということで戻ってきます。まあ、下書きの段階なので、これをクリックして。はい。で、えー、ひな形ないのって思うじゃないですか。ひな形コピペってダメなのみたいな。ひな形コピペってある程度はあるんですけど、なんかね、ちゃんと作るってのはね、なかなか難しかったりするんですよね。ね理由は、 あのー、ウェブサイトによってねどういうふうに何を掲載するのかっていうのが何を使うかによって違ってくるんですよなのでこう100%ひな形っていうのがしにくいところがねあったりするんですよ、まあ、ある程度のひな形っていうのはあったとしてもただそこの名前だけ変えたらいいっていうのはねちょっと違うかもしれない、はい、なのでね あのー、まあ、そうは言っても、このワードプレスが作ってくれてるものって結構ですね、いいんですよ。ね。こう書いてるでしょ。あのー、まあ、私たちはこういうサイトのものですよと。で、コメントっていう機能がワードプレスにあるので、コメントは、こういうふうにコメントから来たものは、こういうふうにしますので、っていうふうに書いてるんですね。はい。で、まあ、メディアっていうのは、あのー、そうですね。うん。画像を入れてるとこなんですけど、 この画像に関して位置情報っていうのが勝ってくるんですよね。これ。位置情報ね。はい。これについての取り扱い。ね。クッキー。クッキーっていうものに、ね、ついての取り扱い。あのー、クッキーは何て言ったらいいんだろうな。まあ、あのー、そうですね。まあ、短期的にね、こう保存されてるわけですよ。このクッキーっていうものに。ね。 で,でその短期的に保存ってものが入るのでその取り扱いについてとかねはい、まあ、いろんなことが書いてるわけですよその他もろもろもろとねどれぐらいデータを保管しますかとかね権利はどうですかですかとかなので最低限はこれをね埋めてればまあある程度は大丈夫なんですけどそれにプラスアルファして自分はアナリティクス使うこれ使うよあれ使うよっていう時に足していく。 というふうにね、思ってもらったらいいんじゃないかなと思いますので、まず1点目としては、この、このページ、このページを参考にしながら作るっていうのはね、すごく一ついい手だと思います。あとですね、個人情報保護法のハンドブックっていうのがあったりするんですよ。ね、検索するとね、まあ、出てきますよ。ね、個人情報保護法のハンドブック。ね、あのー、そういうのをね、えー、っと、使ったりとかですね、まあ、あのー、 あとはですね、こう、プライバシーポリシーのひな型とかでね、ある程度は出てくるんですよ、ある程度はね。プライバシーポリシーの、ね、ひな型とかでですね。じゃ検索したら、ひな型とかテンプレートで検索すると出てきます。ね。どっかに2021って書いてあるいいやつがあったんですけどね。はい。そういうのをね、使ってみるっていうのもね、一ついい手なんじゃないかなというふうに思います。はい。で、 基本的にはですね、基本的には、あのー、その個人情報保護法のハンドブックとかに書いてあるんですけど、まあ、あの、守るべき4つの基本ルールっていうのが書いてあるんですよ。この辺守っとこうぜ、みたいなやつ。まずですね、取得について、利用についてっていうことを書いておくこと、そして、あの、集めた個人情報のあの、管理をね、どうするのかを書いておくことを、 あとはですね、個人情報の個人データの第三者提供ということで、どういうふうにね、提供するのかっていうこととですね、あとは保有した個人データの開示,開示請求というふうなね、内容っていうのをね、この辺のルールを守っていきましょうねっていうふうになってるわけですよ。ね。はい。ですね。はい。 じゃあですね、そこから、まあそういうのを駆使していろいろこれ作ってたとするじゃないですか。ね。何かひな形いいのないかなそうですね。そうですね。ちょっとまあ言いにくいところもあるな。まあ本当にいくつか見たらわかりますよ。あのさっきの検索キーワードで、プライバシーポリシーのひな形とか、プライバシーポリシー、テンプレートの方がたくさん出てくるかもですね。はい。テンプレートで、 あの、そうですね。例えば、本当に上の方に出てくるすごいいいサイトとかだとですね、あの、Google アナリティクスのプライバシーポリシーはこういうふうに書いたらいいですよとかですね、あの、Google アドセンスのプライバシーポリシーはこういうふうに書いたらいいですよとかですね、あの、ひな型が載ってるので、そのひな型をコピーして貼り付けてあげて、中身を変えてあげる。 こういう風にしてもらったら大丈夫だと思います。ここに関しての著作権というのは、ひなで出している人の著作権というのは大体大丈夫です。ね、大丈夫です。ちょっと一つだけ持ってきてみましょうか。ね。ね。例文っていう風に書いているので持ってきてね、問題はないと思うんですが、こういう風に、じゃあ例えば、どこかに足して、よいしょ。見出しを足してあげて、えー アドセンスについて。ね。これですね。コピペしました。当サイトはね、アドセンスを利用してます。なんとかか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 んとかみたいなね、ひな型。ね。はい。とかがあったりもします。はい。まあこういうのを駆使してですね、あの、いくつかポン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 って入れながら作ったらいいんじゃないかなというふうに。 思うんでですすけどもとよ個人のブログとかなんですよ企業だとですね、あのまあえっと、誰かに、ね、相談して、し社労士さんとかになるんですかね、えっと、行政書士さんかな、行政書士さんとか弁護士さんとかにね、あのやってもらうっていうのもまあ一つの手です。 きちっと作って、きちっとやっとかなきゃいけない会社さんとかだったらね、あのこういうの使いたいんです。個人ブログとかだとね、そこまでするとやっぱりちょっと重たいと思うので、あのひな型を持ってきて、パッ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 パって変えて、まあこの辺で OK でしょ、みたいな形でですね、あの自分がやってるサービスと照らし合わせながら OK じゃないかなと思うんですけども、はい。で、これで全部作り終わるじゃないですか。で、完成して作り終わりましたってなると、これを下書き保存から、もう公開に書いてあげてください。公開。ね。 公開に変えてあげますで、公開に変えてあげた。で、それで終わりじゃなくてですね。その後にそれをメニューに乗っけなきゃいけないんですよ。でも、あのトップのメニューに乗っけるっていうのはですね、なかなかする人いないですね、この辺。乗せるとしたら大体この辺、下の方に乗っけるんですよ、下の方。なので、入れ方としては、外観のメニューに テーマによって言葉尻は違うと思いますが、フッターメニューとかって書いてあるところに入れることが多いです。で、もともとあるメニューっていうのはたいヘッダーメニューで設定していることが多いので、新しいメニューを作ります。新しいメニュー。新しいメニューを作って、新しいメニューの名前をフッターメニューとかっていうふうに、ね、名前を書いてあげて、フッター用のメニューを作ります。 で、ここに、えー、っと、よいしょ、プライバシーポリシーページを追加してあげて、まあ、他にも必要だったら、ホームへ戻るとかね、会社情報とか、なんか、下の方に入れたい内容っていうのを入れて、ここのフッターメニューにチェックを、えー、これはテーマによってあったりなかったりだと思うんですけど、あれば、フッターメニューにチェックを入れて、保存。ね、してあげると、この、 パンダライオンのサイトの一番下、ほら、プライバシーポリシーって出てきたでしょう。で、これを押すと、プライバシーポリシーは、私たちはこうしますよ、ああしますよ、みたいなね、内容が出ます。あの、ほとんどの人見ないじゃないですか、別にプライバシーポリシーなんて。だから、あればいいんですよ。で、ちゃんとわかるところにあればいい。ね。で、なので、下の方にちゃんとわかるように存在してるってことがね、すごく大事になってくるので。 あのそこは結構ポイントですねちなみにですねちなみにえっとどこだったかな一般だったかなこのね設定のどこかにですねちょっと忘れましたけどあれどこだったかなプライバシーポリシーを設定する場所がですねあるんですよこれか。 設定のプライバシーだと思います。確か、多分。設定のプライバシー。押すと、プライバシー設定っていうところで、あのー、ここにですね、ほら、プライバシーポリシーのページを使うってなってるでしょこれを別のページ、このページをプライバシーポリシーにしたいっていうページがあれば、そのページを変えてあげたらいいです。そしたら、あの、ここで知らせるように、 これがプライバシーポリシー。このマークがつくわけですよ。で、このマークがついてたら、あのー、あ、ここがプライバシーポリシーなので、OK、OK っていうふうに、あの、ロボットが来た時に見てくれます。ね。なので、プライバシーポリシーはここだよって明示してあげるっていうことがね、あの自然と、ね、できてるっていうふうに思ってもらったら大丈夫なんじゃないかなというふうに思います。はい。 えー、ということでですね、なんかきちっとしてる部分もあれはちょっとぼやっとしてる部分もね、残ったかもしれないですけども、あのー、はい、書き方の部分が特にですね、えっ、ー、と、ワードプレスの設定の仕方というのはこういう風に設定します。はい。ということで、今回はプライバシーポリシーの作成の仕方というですね、あのー、一連の流れでね、こういう風に作成して、こういう場所にこういう風に入れてあげたらいいよというね、内容をですね、 さ、あのー、していきましたはい、ということでですね今日はここまでにしたいなというふうに思いますそれでは本日も良い一日をお過ごしくださいありがとうございました、えー、いいなと思った方はグッドボタンやチャンネル登録ですねいただけたらというふうに思いますまたですね概要欄にもですね参考サイト情報を載せていますのでこちらも併せてご覧ください